ウイグルは4世紀から13世紀にかけて中央ユーラシアで活動したトゥルク系遊牧民族およびその公営と称する民族を指す。現在は中国の新疆ウイグル自治区やカザフスタンウズベキスタンキルギスなど中央アジアに居住しており人口は約1000万人トゥルク諸語のウイグル語を話すムスリムである。中国詩書では円カラス守る。マモル カラス、イ、カイ、カイコツ、カイコツ、カイコツなどと表記されてきた。やがてトゥルク系遊牧民自身でも文字を使って物事を記すようになると、と表記した。イルハンチョウの政治家ラシー・ド・ディーンはその著書、ジャーミー・ウッタワー・リーフのウイグル部族誌において、ウイグルとはトゥルク語で同盟、協力の意であると記している。ウイグルの創生については、 モンゴル帝国時代のペルシア語文献においていくつかの物語が記されている。アラウディーン・ジュバイニー、世界征服者の歴史とラシード・ディーン、修士がある。特に後者の修士では、トゥルク・モンゴル系の諸部族をイスラーム的世界観の枠内で分類しており、これらを大洪水後に、現在の人類の元素となったノアの三人の息子セム・ハム。 ヤフェトの内ヤフェトの子孫としている。トゥルク系種族をヤフェトの子孫とするのは、終始以外にも見られるが、終始はこれにオグズカガン伝説も絡めて述べているのが特徴であり、後世にもこの傾向は受け継がれた。彼は大会を開き、親族、異性の集団、戦士たちを陳部し、 共に戦った親族の人々に、ウイグルの名を授けたその山々の一帯には、十本の川場所と、九本の川場所がある。古い時代には、ウイグル諸部族の居住地は、これらの諸河川や、山々や荒野にあった。この十本の川に住む者たちがおり、彼らは、オンウイグルと呼ばれ、九本の川にいる者は、ドグズウイグルと呼ばれている。この十本の川は、 オングル軍と呼ばれている。それらの名前を以下に説明すると、イラック、ユーティンカー、ビーキュイジー、ウズクナー、ティエレアルブ、タルダル、アダル、ウイタービーン、カームランジュ、ウーチーカーンである。3本の下半に9部が、次の4本の下半に5部がいる。9本目のカームランジュの川沿いには、オン部族、10本目の下半に、カマック・アーチークズ部がある。 その他名称不省の部を含め122部がそれらの川にあった。数世代経ったが、ウイグル諸部族には決まった勲長がおらず、各部が武力争奪を始めると、別の集団から長を立てていた。後に各部が共同利益のために会議を開き、全体に命令を発する一人の全権勲手を、自分たちの中から出すことを受け継ぎ。全会一致で満場の世を受けて、 アビシュリク部から最も聡明なマングダイを選出、イル・イルテベルの称号を授けた。また、ウズクンドル部から品質性格の良好な人物を選んで、キョル・イルキンの称号を授けた。彼ら二人は全民族と諸部族の君主となり、彼らの一族が百年間統治した。校舎の演武五個十六国時代の校舎の位置。 後者とは4から6世紀の中国北朝におけるトゥルク系遊牧民の総称で彼らが広大な車輪のついた車を用いたことに由来する。その一部族である演部はモンゴル高原をめぐって卓抜部の大国や北魏と争っていたが4世紀末から5世紀初頭に従前河岸国に従属した。390年演部は北魏の道。 武帝の北伐で大敗を起死し、429年に北儀が幕北へ遠征して、従前を打ち破ると、遠部を含む後舎諸部族は北儀に服属して、幕南へ移住させられた。一時期、後舎諸部は、高文帝の南西に従軍することに反対し、遠住者を主に衰退して、北儀に対して、反旗を翻したが、後にまた、北儀に降った。 7世紀初めの東西特潔化元国。鉄六の開骨部6世紀から7世紀、高車は鉄六と呼ばれるようになり、塩分を中国史書で、カラス守る、カラス、イなどと記され、やがて開骨と表記されるようになる。当時、鉄六諸部は特潔化元国に属し最大の構成民族で、あったが、数世に応じて反復を繰り返していた。 随代に四十二部を数えた、鉄六諸部は、東代に至ると徐々に、東へ移動、集合、その中でも、開骨部は特に合情となって、モンゴル高原の覇権を、節縁タブと争った。六百二十九年に、部族長のトメイドは、節縁タブを破り、鉄六の名手となった。六百四十六年には、党に基準し、開骨部は、寛解と特府とされ、トメイドは、 懐か大将軍を拝命し、寛解都督となった。682年、東、突血が再興すると、開骨部は再び屈順を余儀なくされたものの、734年に、東突血の人気ガ岩が毒殺されると、バシュミル部、カルルクブラと共に、東、突血へ、たびたび攻撃を仕掛け、745年に、開骨部のガ岩となった。 骨力灰ラが党と組んで最後の東、突血科学である、白尾科学を殺して、東突血科学国を滅ぼした。海骨ガン国8世紀後半の海骨の位置。744年、骨力灰ラは海骨ガン国を建国する。海骨ガン国は東突血の丘陵を支配し、新たなモンゴル高原の支配者となった。以後、 彼ら海骨の筆頭氏族であるクスリラカツラ氏によって、下岩位が継承された。経済面では、党とのキヌーマ貿易や、東ローマ帝国とのシルクロード交易によって、莫大な利益を上げた。755年に、党で起きた、安氏の乱では、党の要請により海骨軍が反乱を沈め、763年に終結することができた。が、安氏の乱の勃発により、 西域の経営から手を引くと、海骨は西域をめぐってトバンと数十年にわたる戦いを繰り広げた。この北帝争奪戦は792年まで続くが、最終的に海骨軍は北帝を奪還し、トバンに勝利した。トルファン盆地とタリム盆地北部が海骨の両国となった。なお、懐深河岸の第二、マニキョウが国境化され、 世界史上唯一となるマニキョウ国家が誕生した。840年、カイコツカ岩国は、ナイランとキルギス族の侵攻を受けて崩壊した。この時ウイグル人は、モンゴル高原から別の地域へ拡散し、唐の北方に移住した集団は後に、現代のオングートとなり、西の天山方面のカルルクへ移った一派は、後に、トゥルク啓発のイスラーム王朝であるカラハン朝となり、 関宿に移った一派は、後のアマ州ウイグル王国となり、東部天山のビシュバリク、カラシャール、トゥルファンに移った一派は、天山ウイグル王国となった。関州ウイグル王国滅亡したウイグル移民の一部は、火星に逃れて拡挙し、関州を中心に、関州ウイグル王国を、形成、1028年のタングートによる、関州陥落まで勢力を保った。 10世紀後半の天山ウイグル王国。安政に割拠した集団が天山ウイグル国を建国すると定住化してウイグルとかトゥグズグズなどと呼ばれた。彼らは遊牧していた時代からソフド人の影響を受けマニ教を尊重していた。天山ウイグル王国では仏教、ネストリウス派キリスト教なども信仰され交渉官文化などを形成した。 タリム盆地に占住していた住民は、こうして、ウイグル化、トルコ化された。10世紀以降のタリム盆地周辺は、西からイスラーム教が普及してきたが、タリム盆地東部の天山ウイグル国では、仏教が根強く、カラキタイやモンゴル帝国に服属している間は、仏教が信仰された。13世紀に、モンゴル高原で、チンギスカンのモンゴル帝国が仏興すると、 1211年に、ウイグル王、バルチュク・アルト・テギンは、早い段階で、モンゴル帝国に基準した。チンギスンは、彼の基準を還元して、即女の一人、アルアルトンをめとらせ馬とした。また、バルチュク国王は女チなどチンギスの4人四人よ次に順ずる、第五位のよ次と称されるほど尊重された。以後のモンゴル帝国で、ウイグル王家は、ウイグル馬王家として、 コンギラと、ウマエへと並ぶ、バオウケヒットーと、称され、モンゴル王族に準じる地位を得る。モンゴル帝国及び元朝では、ウイグル人官僚は、モンゴル宮廷で徴用され、帝国の経済を担当する大臣も輩出した。この時代、ウイグル王国地域を指して、ウイグルスタンと呼ばれた。モンゴル帝国以降モンゴル帝国以降、天山ウイグルの国民は、モンゴル国民となり、 チャガタイ半国、オイラト族と支配者が交代していくうちに、都市国家単位での緩い民族名称しか持たなくなり、異教徒に対してはムスリム、よそ者に対して、イエルリクと呼ぶ程度で、ウイグルという名称は忘れ去られていった。新疆現代ウイグル人の祖先と語されている、ウイグル人は、自らの民族を、トゥルクと呼び中核集団をウイグルと呼んだが、 マーワラー・アンナフルやタリム・盆地のオアシスト市の住民は、都市国家谷での緩い民族名称しか持たず、異教徒に対してはムスリム、よそ者に対して、イエルリクと呼ぶ程度であった。モンゴル帝国、ジュンガルへの服属を経て、18世紀半ばに、ジュンガルを成長が滅ぼすと、ムスリムの土地を意味する、海峡また、新しい領土を意味する、新疆と呼ばれた。その後ロシアが、 中央アジアに進出し、1881年にトルキスタンを併合すると、新朝は1884年にタリム・盆地ジュンガル・盆地をまとめて、新疆省を設置した。ウイグル1921年、ソ連トルキスタン地方のタリム・盆地出身者が、ウイグルという呼称を用い始めたことを受けて、新層派でタリム・盆地ジュンガル・盆地 東トルキスタン一帯に独立的な軍閥を形成した森瀬再生権が1934年にウイグルという故障と言われ難事の漢字表記を定めた。この故障は中華人民共和国にも引き継がれている。中華民国時代1911年、侵害革命が中国内地で発生する。新疆にも革命派が入り、 1912年1月、イリの革命派が放棄し、イリ将軍でモンゴル基人の幸福を臨時と得とする政府が樹立された。真の戦闘帝が退位すると、ウルムチ知事であったヨウゾウシンが、新疆省庁、特軍となる。雲南出身のヨウゾウシンは、新疆を独立王国にしようと努めた。他方、オスマン帝国はハントルコ主義を、 中央ユーラシアに広めようとしており、トルコ人のアフメトケマルが新疆に派遣され、市販学校を設立し、この学校がカシュガルの民族主義運動の中核となった。聖世祭による解明当時ソ連共産党党員でもあった、両年省出身の漢人である聖世祭は1933年に軍を率いて、 クーデターを起こすと、新疆軍閥を率いて1944年まで独立した政権を築いた。政治世祭は、従来の中華民国当局が用いていた、まとい会を廃止して、ウイグル民族を設定する指示を受け入れ、1934年に、昭府議会で正式採用させ、言われ何時という漢字表記も定めた。ハミ軍王家の反乱。 要増進が1928年に暗殺されると、金樹人が、新疆象徴になる。しかし金樹人は、メッカ巡礼などを禁止するなどムスリムへの弾圧政策を行い、さらに土着の小王国であったハミグン王家を消滅させようとすると、これに反発した住民たちは1931年、大規模な反乱が発生する。ハミ軍王家軍は、 海賊の軍閥馬中英に援助を求め、馬中英軍はバルクルまで進出するが、新疆省政府軍が登場すると、官宿に撤退し、ハミ軍オカ軍は産地へ撤退した。トルファンの反乱ハミの反乱を受けて1932年には、トルファンのイスラム教諸民族の反乱が発生する。反乱軍は、トルファンを掌握するが、ロシア白軍の残党を含む、 聖世祭の小政府軍に敗北する。その後トルファンは、バチュエに占領された。東トルキスタンイスラーム、共和国東トルキスタンイスラム共和国国旗1933年2月、タリムボンチ南部の補端で、ムハンマド・アミーン・ブグラが放棄し、肝心官僚を一掃して、ヤルカンド、カシュガルへ進軍し、1933年11月に、 東トルキスタンイスラーム共和国を樹立した。なお、東トルキスタンイスラーム共和国では漢語を話す。海民は、漢人と同様に排除され、トルコ系の住民が、構成員とされた。バチューエ軍がウルムチに向かうと、1933年4月12日に、クーデターが起こり、森世イが実権を握った。聖世彩はソ連に援助を要請し、 1934年1月、ソ連軍が新疆に進軍、バチ中英軍は敗北する。バチ中英軍は西に向かい、東トルキスタンイスラーム共和国を壊滅させ、その後ソ連と交渉して、ソ連に亡命した。1941年には、アルタイ地区のカザフ遊牧民のケレー部族出身のオスマントダリール・ハーンが、ソ連とモンゴル人民共和国の援助を受け、 アルタイ民族革命臨時政府を樹立した。1944年10月には、イリ渓谷のニルカとクルジャで反乱が発生し、11月12日、東トルキスタン共和国が建国された。この第二次東トルキスタン独立運動には、ソ連赤軍が直接参加した。翌年の1945年、アルタイ民族革命臨時政府と、東トルキスタン共和国、 さらにタルバガ大のゲリラ隊も合流した。中国では東トルキスタン共和国という名称を使用することは避けられ三区革命と呼ばれる。中華人民共和国政府による新疆摂種摂種のために中国共産党政府から新疆に派遣された代表団1950年人民解放軍によるウイグル摂集1949年。 国境内戦を制した中国共産党は、新疆の接種を行うために、か力軍を派遣し、イリ政府との交渉を行った。毛沢東は、イリ政府に所管を送り、イリの首脳陣を、北京の政治協商会議に招いた。しかし、8月27日、北京に向かった3地域の11人のリーダーたち、アフメトジャンカスイミ、 アブドゥル・キリム・アバソフ、イスハク・ベグ・モノノフ、ルオ・チー、ラッキ・ムジャン・セビア・ジーフ、デレリカン・スグルバ・イオフラ・イリ首脳人の乗った飛行機は、ソ連領内アルマトイで消息を絶った。首脳を失ったイリ政府は、混乱に陥ったが、残されたイリ政府幹部のセープディン・エズイズイが、陸路で、北京へ赴き、政治協商会議に参加して、共産党への服属を表明した。 9月26日には、ブルハンシャヒディラ新疆省政府幹部も、国民政府との関係を立ち共産党政府に、服属することを表明した。12月までに、中国人民解放軍が、新疆全域に展開し、東トルキスタンは、完全に、中華人民共和国に統合された。ウイグル族とソ連領中央アジア出身者、 モンゴル族やシベ族、海族で構成された東トルキスタン共和国軍を野戦第五軍に編入した人民解放軍に対抗して国民党側についたウイグル人のユルバースカーンは白系ロシア人と中国人ムスリムの軍を率いていた。1950年以後で国民党勢力の残存していた地域へ侵攻してこれを制圧した。 これによって新疆は中華人民共和国に帰属されることとなった。この後、民族名称はウイグル族と公式に定められ、現在に至っている。中国政府は1950年頃、新疆ウイグル自治区に漢族を中心とする新疆生産建設兵団を大量に入植させた。 その後、入植当初人口7%だった漢族が1991年には40%になり、ウイグル人に匹敵する割合となり、中流する人民解放軍と合わせると、ウイグル人よりも多いとも言われる。新疆ウイグル自治区の設置中華人民共和国国旗1955年には、中華人民共和国で2番目の自治区新疆ウイグル自治区が設置された。 1990年代1990年には、ウイグル人住民のデモに対して、武装警察が発砲し、15名が射殺される、バリンゴー事件が起きている。1991年には、ウイグル人作家トルグン・アルマスの著作、ウイグル人が、大ウイグル主義的、民族分裂主義的であることを理由に、発禁処分となり、著者も、軟禁状態に置かれた。 バリンゴー事件以降、反政府とみられるテロ事件も相次いでいる。1997年にも大規模なデモが発生し、鎮圧に出動した軍隊と衝突して、多くの死傷者を出したグルージャ事件が発生している。1996年、中国人民政治協商会議全国委員を務める、実業家のラビア・カービルが、政治協商会議で官族による、 ウイグル人抑圧を非難する演説を行うが、公安当局の間で問題となり、ラビアは1997年にすべての公的役職から解任された。ラビアの夫で作家のシリク、ハジロージが行った書籍のウイグル語訳が当局より問題視されたと言われるが、シリク、ハジロージは1996年に米国に亡命した。 1999年8月13日、公安当局は、ウルムチ市内に滞在していた米国議会関係者に、接触しようとした、ラビアを国家機密漏洩罪で逮捕し、米国に亡命した夫に対して、不法に機密情報を漏洩したとして、懲役8年の実刑判決を下した。1997年のグルジャ事件以降は、 アフガニスタンやパキスタンに逃れたウイグル族もいたが、アメリカのアフガニスタン侵攻の際に米軍による拘束やパキスタン政府の引き渡しによって、キューバのグアンタナモワン収容キャンプに収監された。また1999年1月より、韓族の作家、王力夫が、新疆の民族問題に関する著作執筆のため、新疆ウイグル自治区で資料収集を開始すると、 同年1月29日に、新疆自治区国家安全庁に国家機密接種の容疑で拘束され、42日後に解放された。その経緯を新疆追記にまとめ、インターネット上で公表した。王力雄は、その後、ウイグル問題に関する調査をもとに2007年10月、我的西域、適当度を台湾で出版した。 2000年代上海協力機構中国政府は中央アジア諸国の在外ウイグル人社会がウイグル民族運動の拠点となっていることを警戒し続けており1996年には上海52001年には上海協力機構を設立し国内のイスラーム原理主義勢力の伸長を警戒するロシアや中央アジア諸国とともに分離主義 イスラーム過激主義に対する国際協力の枠組みを構築した。また、2001年9月11日の米国での同時多発テロ事件以降、中国政府は、ブッシュ政権の唱える対テロ戦争への支持を表明し、ウイグル民族運動と心境におけるテロを結びつけて、その脅威を強調している。教育における看護の義務化2003年には、 これまで少数民族の固有言語の使用が公認されてきた高等教育で看護の使用が中国政府によって義務付けられた2005年ライス米国国務長官の訪中を控え米国から人権問題での批判を受けることを恐れた中国政府は2005年3月14日に外国での病気療養を理由にラビアカーディルを釈放ラビアは米国に亡命し 後、世界ウイグル会議議長に選出され、2006年にはノーベル平和賞候補にもなった。2008年3月には、新疆南部の宝丹市で600名を超える当局への抗議デモが発生した。2009年ウイグル騒乱2009年6月には、関東省、小石市の玩具工場で、漢族従業員とウイグル人従業員の間で衝突が起き、死者2名、 負傷者120名を出し、翌7月には、事件に抗議する、約3000名のウイグル人と武装警察が、ウルムチ市内で衝突し、140名が死亡、800名以上が負傷した。ラビアカーディールは、事件以降、ウイグル人1万人が行方不明となっており、死者は197人でほとんどが観族とする、中国側の発表は信用できないと述べている。 2010年代2014年のウルムーチ駅爆発受験以降テロとの戦いを名目に当局は新疆イグル最強育収容所など徹底的な管理統制の構築に乗り出し様々なハイテクを用いて一挙手一投足を住民は監視されていることから世界でも類のない警察国家完全監視社会の実験場が築かれていると 欧米メディアや人権団体は批判している。2015年8月17日と18日、タイの首都バンコクで死者20名、負傷者125名を出す連続爆破テロ事件が起こった。タイ政府は事件の1ヶ月前、亡命を目指していたウイグル人209人を中国に強制送還していたため、これに対する報復テロではないかとの見方が、 広がっている。また、エジプトなどでもウイグル族の中国への強制送還が相次ぎ出ることは問題となっている。2019年、ウイグル人の収容所の実態が報道され始め、証言や衛星写真の裏付けなどから収容規模は数十万人とも推測されるようになった。これら報道に対して中国側は白書を通じて反論して、主張は 平行線をたどった。2019年9月23日、国連総会に合わせてアメリカ国内で開催された宗教弾圧に関する会合では、マイク・ペンス副大統領やジョン・ジェイ・サリバン国務副長官らが中国によるウイグル人への弾圧について批判を行った。これに対して中国側は乱暴な内政干渉だとしてアメリカ側の姿勢に強く反発した。 現代のウイグル人は、トゥルク諸語の南東語群に属するウイグル語を話す。タリム盆地は、様々な民族の交流地であったため、紀元前からすでに、モンゴロイドとコーカソイドの根結が始まっていた。歴史的に、タリム盆地の民族は、東イラン語やトカラ語を話し、 コインドやイランの人種に属す人々を元として、幾波にもわたって、北のトルコ民族や東の漢民族の支配を受けた。11世紀までは、ソグド語やトカラ語を使い続けた。現在のようにトゥルク系の言語を話すようになったのは、9世紀から12世紀に、タリムボンチ東部を支配した天山ウイグル王国、タリムボンチ西部を支配したカラハンアサにおいてである。 こうした過程は、トゥルク化と言われる。開骨部及び海骨化ン国時代までは、突血と同じ古代トゥルク語を話していたと思われるが、天山ウイグル王国時代になると、その言語は、ウイグル文字で表記される古代ウイグル語となる。現代ウイグル語は古代ウイグル語の公営ではなく、同じトゥルク語族に属すものの、解の系統が異なる。カラハンアサの詩人ユースフハーススハージブの、 クタドグビリクが最初のトゥルク語文学とされる。以後、11世紀にマフムッド・カッシュガリがおり、13世紀にはアフマット・ユグナキ、14世紀にはユスーフ・サッカキ、15世紀にはルットフィが現れた。17から18世紀のウイグル古典文学の代表にヒルキティ、ゼリリ、ノビティがいる。現代ではトルグン・アルマスの著作、ウイグル人があるが、 ウイグル民族主義であり、分離主義者であるとして、中国政府から、発禁処分を受けた。また、漢民族の作家、王力雄による、私の再域、君の東トルキスタンもある。アラブ人、トゥルク人、ペルシア人に見られる音楽の様式、マカアムの楽曲体系の一つであるムカムが、無形文化遺産として知られる。ウイグルイコールコネクションもリアス・タカオは、 14世紀以降の、モンゴル時代にトンコウなどの火星地方にいた、ウイグル人仏教徒集団は、元は、東部天山地方のウイグル王国から移住したとし、また、ウイグル人仏教徒は、東部天山、火星から河北、江南に及ぶネットワーク、ウイグルイコールコネクションを展開したとした。チベット仏教、松井太氏は、この、ウイグルイコールコネクションでは、チベット仏教に消えした。 ウイグル人仏教徒が特に大きな役割を果たしたとしている。イスラム教習派の分布好き緑、スンナ派緑、シーア派ウイグル族のイスラム教徒の多くはスンニ派で、あるが、同じスンニ派の海賊のイフアーン派やサラフィー主義系のサラフィーヤ派とは長らく対立してきた。人種、遺伝子現在のウイグル人は、モンゴロイドとコーカソイドの根血であり、 Y 戦色体ハプログループも、ハプログループ R、ハプログループ J、ハプログループ O2、ハプログループ C2 など多様なタイプが見られる。トゥルク系民族、トゥルク系民族の分布。ウイグル語はトゥルク諸語であるため、ウイグル人はトゥルク系民族に属する。なお、トゥルク系民族とは、東大から現代に至る、歴史的、言語的状況を勘案して、方言差はあっても、 非常に近似している、トルコ系の言語を話していたに違いないと思われる、突決、鉄録、怪骨、カルルク、バスミル、スナタ族などを一括りにした故障と定義される。モリスタカオは、古代のトゥルク民族は当代まではそのほとんどが、黒髪、直毛、黒目のモンゴロイドであったとしている。当代末期に、モンゴリアアルタイ地域を本拠としていた怪骨が、崩壊し、 移民の一部が、アマシューや天山山が脈一体から、タリム盆地へ移動する。それによって、タリム盆地に潜入していたトカラゴイや西南部の東イラン語の和社が、トゥルク語化した。なお、トゥルク民族が、先住の彦トゥルク語和社の住民を虐殺したのではなく、共存していたと言われ、形質的特徴も多様である。こうした言語からの民族の定義ではなく、 近代的民族概念の観点からすれば、当時の住民は、同じ民族意識を持っていたわけではない。例えば、民族集団としては、モンゴル時代に非支配集団となった、ウイグルの残部でイスラム化したタリム盆地周辺のトルコ人や、カラハガサ下でイスラム化したトルキスタンのトルコ人は、それぞれの居住地であるオアシスト仕事に自己認識していた。 このように、タリム盆地周辺のオアシス定住民は固有の民族名称を持たず、異教徒に対しては、ムスリム、異邦人に対しては、イエルリクと事故を故障していた。20世紀に入って、ロシア革命により成立したソビエト政権は、民族政策として、民族別の自治を掲げた。トルキスタンでも、遊牧諸集団やオアシス都市の定住民の間に、 民族的境界区分が引かれ、諸民族が設定されていった。当時、トルキスタンには1881年の入り条約の締結の際にロシア領に移住した入り地方の東トルキスタン出身者が多数いたが、彼らは東トルキスタンの政治的統一を施行する際に古代のウイグルという民族故障を再び乱し、 1921年のアルママタ会議で民族故障として決定される。森安隆夫によれば、この時、本来ウイグルではない旧から、半アサジカのカシュバル人、コウタン人までも、ウイグルと呼ぶようになったとして、新ウイグルは、コウイグルとは異なるとしている。この故障は中華民国統治下の新教省にも知られるようになり、1934年、森瀬彩政権は、 従来当局が用いていた、まとい会から、ウイグルの王社である、いわれンジへの解消を決め、消府議会で正式にこの民族故障を採用させた。いわれンジという漢字表記も、正式に確定し、現在に立っている。ウイグルの故障の復活にしとるキスタンには、1881年の、ロキオシリ条約の締結の際に、ロシア領に移住した入り地方をはじめとする。 新疆北西部出身者が多数いた。また、ジュンガル時代に入植された農耕民の末裔であるタランチ集団は新朝への反乱に加担していたため、入り地方が新朝へ返還されると新朝政府の報復処罰を恐れ、多くのタランチはロシア領のセミレチエ州などに移住している。日露戦争において、それまで国際的には 小国とみなされていた日本が、ロシア帝国に勝利すると、それに触発されて1908年には、青年トルコ人革命が起きる。青年トルコ人革命以降、反トゥルク主義が、トユルク系民族に、大々的に流行し、そうした、トゥルク主義に影響を受けていたナザルホジャというタランチ、集団の記者が1913年に、アルトゥシャフルを、私たちの祖先の祖国であり、 文明的な、ウイグルの祖先たちの舞台であり、イスラーム戦士たちが前世紀に巨大なトゥルクの、ハーン国を樹立した場所と表現している。またナザルホジャは1914年からは、ウイーガーバラッシーという署名をするようになっており、ムスリム知識人の間で、ウイグル故障は使用されていた。1913年11月の雑誌、シューラーでの記事では、トゥルク文学は、 ウイグル方言で始められた。オルホン碑文はより以前に書かれたが、真の意味で言うと、トゥルク文学は、ウイグル語で始められたとする論評が掲載されている。アルマータ会議1921年、カザフスタンのアルマータにおいて開催された、ソ連在住東トルキスタン出身者の大会において、ロシア人トルコ学者のセルゲイ・マローフが、ウイグルという民族名称の復活を発議し、 同大会はこれを受けて、ウイグル民族名称を自ら名乗ることを決定した。この時の、ウイグル民族とは、東トルキスタン出身のトゥルク系ムスリム帝住民と、その子孫であるが、ウイグルという民族呼称が復活されるまでは、タランチ集団やカシュガル人、トゥルファン人など、民族名称というよりも祖先、または、自身の出身地を自称していた。 この会議はソ連による中央アジア民族的協会確定政策の準備作業の一つとみなされているが、ウイグル故障がこの時に発案されたのでなく、それ以前にもムスリム知識人の間でウイグル故障は使用されるようになっていた。なお、マローフは中国間宿地方のサリグウイグルの研究者でもあった。サリグウイグルは16世紀初頭に東トルキスタン東部から 韓粛地方に逃れてきた仏教徒のことを指す。アメリカ政府は中国政府による少数民族ウイグル人虐殺を国際条約上の民族大量虐殺であるジェノサイドでありかつ人道に対する罪に認定2020年7月アメリカはさらにウイグル人の処遇を問題視して 陳全国ら中国政府交換数人の詐称発給制限とアメリカ国内の資産凍結措置を発表を。中国側はマルコルビオ上院議員らへ同様の制裁を加える対抗措置を発表した。2021年1月、アメリカ政府は中国政府による新疆ウイグル自治区での少数民族ウイグル人虐殺を国際条約上の民族大量虐殺である。 ジェノサイドであり、かつ、人道に対する罪に認定したと発表した。これに続いて、カナダの会員とオランダの議会が、それぞれ、2021年2月に、中国のウイグル政策をジェノサイドと認定する同義を可決した。2021年4月に、イギリスの会員も、ジェノサイドと認定する決議を可決した。2021年5月に、リトアニア共和国議会も、 ジェノサイドと認定する決議を可決した。日本との関係ウイグル地域に日本人が入ったのは1880年の大日本帝国のロシア駐在公使の西徳次郎が初めてとされる。1902年から1908年及び1910年にかけては大谷探検隊が入った。1905年には上海や道文書院に規制の旗の要作。 林で、健次郎、桜井義行が入っている。1906年には、参謀本部将校の日野京都上原多氏が入った。このうち上原多氏の現地での活動については、不明な部分が多いが、中国側資料によれば、1907年に、イリで、陸軍部備測定学堂を設立した際に、軍事教官として、日本人の、原久氏を任命したという記録があり、 これが上原ではないかと推定されており、イリ地方で1912年まで6年間活動していたとも言われる。こうした大日本帝国軍部による情報収集活動は、ロシアの動向に関するものであったとされる。関岡秀幸によれば、大日本帝国陸軍は、満州、モンゴル、ウイグル、チベットやイスラム教勢力などを支援することによって、 ソ連や中国共産党などの共産主義勢力を包囲する戦略として、防強回路政策があったと指摘している。第二本海協協会を創設した、林千十郎や板垣聖四郎らが推進したと言われる。関東軍は、満州を中心に、土井原賢治らのハルビン特務機関が、シベリアでの諜報活動を、板垣聖四郎少将率いる法典特務機関が、 河北分地工作、松室隆義ら聖徳特務機関が内謀工作を展開するという三正面作戦を構えたとされ、このうち、松室隆義は1934年2月に、満州国隣接地方占領地等地案を起案し、その中で、満州、モンゴル、イスラム、チベットの環状連盟を提唱した。大日本帝国時代の長院に、西川三がおり、 1945年に内モンゴルより火星回廊を経てチベットに先行した。戦後、インドを経て帰国した。他に木村小エスケ夫も同様に長報員としてチベットに入った。西川、木村にチベット入りを指示したのは東条秀樹であった。戦後、日本は1972年9月29日、日中共同声明。 および1978年8月12日、日中平和友好条約締結に伴い、中華人民共和国との国交を正常化した。その際、中華人民共和国を正当な国家として認定し、かつ、中華人民共和国に配慮する外交方針を取ったため、台湾を独立した国家とは見ないことを約束するとともに、チベット問題やウイグル問題などを含め、 中華人民共和国の国内問題について公式には積極的な態度を取るに至っていない。しかし2000年代以降、激化するチベットやウイグルの動乱などを受けて、ウイグルにおける人権侵害の問題などを民間の活動が活発化し、2008年6月、在日ウイグル人と日本人支援者によって、 日本ウイグル協会が設立され、世界ウイグル会議の参加団体として活動を行っている。2009年ウイグル騒乱直後の2009年7月に、ラビア・カーディルが2度目の来日を果たしたが、中国外交部の竹大副部長は、宮本雄二中中国大使を呼び、日本政府が即刻、カーディルの日本での反中国的な分裂活動を制止することを求めると述べ、 中国政府の強い不満を表明した。中国政府は、カーディルが、騒乱の黒幕だと断定している。2012年4月23日、日本ウイグル国会議員連盟が、自民党本部で結成され、日本の外務省、安倍晋三、孔文雄三原淳子、山谷恵里子、小谷恵事江藤誠一、新藤義高らが参加している。顧問は、安倍晋三、 中曽根博文、河野池吉田らが務めるなど、日本の国会議員でもウイグル問題を取り扱うようになっている。また、同日、地方議会でも東京都庁で、日本ウイグル地方議員連盟が発足した。新京都特援大会用増進金受人生世祭、アリーハーントラ、超おさむ中スード・サブリ。ありがとうございます。